皆さんこんにちは。モデルでボディメイクトレーナーの佐々木瑠美です。この動画では太ももの内側、内ももをキュッと引き締めていくトレーニングを2つご紹介します。太ももの筋肉の中でも内転筋、内ももの部分はすごくたるみやすい部位なんですね。というのも、その内ももの筋肉っていうのは足を内側に閉じる働きが主にあります。日常生活の中で例えば歩く時も足は前後に出していますよね。内側にこう閉じていく動きっていうのが普段あまりないので、やはりたるみやすい部位なんですね。内ももの筋肉といっても、実は一つだけ内ももの筋肉があるというわけではなくて、大内転筋、小内転筋などの、6つほどですね。その細かい筋肉の総称が内転筋群と言われています。なので内ももをキュッと引き締める場合は内転筋群を鍛えるのが一番なんですけれども、実はその内転筋群のほとんどが骨盤ですね。恥骨だったり座骨といった骨盤の部分から大腿骨、あとは膝下の脛骨っていうところについています。なので例えば内転筋を鍛えることは内ももを引き締めるだけではなくて、骨盤底筋群っていう骨盤の下にこうハンモックのようについている筋肉を下から支えている役割も内転筋は務めているんですね。その骨盤底筋群が衰えてくると、最近では早くて30代から40代の女性でも尿漏れに悩まされるっていうお話も聞きます。なので今日行う内転筋群のトレーニングは、内ももをキュッと引き締めるだけではなくて、そういった骨盤底筋群だったり骨盤全体を支えていく筋力を鍛えるトレーニングでもありますので、ぜひ一緒にやってみましょう。はい、では皆さんと一緒に実際にトレーニングを行う前に2つのエクササイズの説明をしたいと思います。で、今回ですね、もしエクササイズボール、こういった空気でできているボールですね、ボールがある場合はこのボール、これがもしなかった場合は、枕だったりクッションだったりを用意してください、はい。で、あとはもう一つこのタオルですね。ちょっと床に足を滑らせるトレーニングがありますので、雑巾とかでも大丈夫です。タオルか雑巾、あとはタオルではなくてもスライディングディスクっていう、そのスライドをさせて行うエクササイズのブロックがある人はそれを使ってももちろん構いません。はい、ではまず一つ目のエクササイズをご紹介します。はい、では一つ目のエクササイズではこのボールかクッションを使いますね。仰向けになって両膝を立てます。膝の間にボールを挟んでおきましょう。で、足の位置なんですが、足の位置はボールを挟んだ膝と同じ幅でお願いします。両手は体の横に添えておきますね。このエクササイズでは先ほど説明した骨盤底筋群もしっかりと鍛えられますので、そこを意識してください。はい、ではまず大きく息を吸います。腰の間に少し間が空いていると思いますけれども、そこを押し付けるように息をぐーっと吐きながらボールを膝で潰していきます。ぎゅーっと潰しながら、そのボールを膝からおへその方に引き入れていくような意識です。10秒間ほど息をゆっくりと吐きながら行ったらリラックスします。息を吸って吐きながら骨盤を後傾、腰骨をマットに押し付けてボールを挟み、そのボールを恥骨からおへその方にぐーっと引き入れていくように、そうするとお尻の方もね、ぎゅーっと力が入ってきます。10秒間息を吐き続けたらリラックス。これを12回から15回ですね、行います。はい、では2つ目のエクササイズをご紹介します。こういったタオルかスライドディスク、雑巾とかをね、用意してください。はい、では左足の下にタオルを置きます。で、かかとは上げたまま、足先の指の付け根はしっかりとつけておいてください。背筋をまっすぐ正して立ってもらって、左足の股関節と膝を軽く曲げておきます。曲げた状態で少しですね、内ももをキュッと締めるような感じ、左足の膝を外ではなくて少し内側に置いておくようにして、右足にしっかりと体重を乗せておきます。軽く膝を曲げた状態から始めて大丈夫です。
胸の前で手を組みましょう。胸をしっかり前に向けて、お腹にぐっと力を入れた状態、おへそを引き上げた状態で、左足を横にスライドさせながら、右足、股関節を曲げて、お尻を後ろに出していきます。右足は、つま先と膝が同じ方向を向いています。胸の前で手を組んだ状態。お尻を後ろに出して、背筋は丸めないように、前向いた状態です。左足ですね。左足は、斜め45度、つま先外側に向いても大丈夫ですが、しっかりと、左足の内もも、ストレッチするところまで伸ばしましょう。ここから息を吐きながらですね、内ももを締めるようにして膝を内側に持ってきます。右足の股関節を曲げて、お尻を後ろに出していくようにして、左足を伸ばして、息を吸って吐きながら戻していきます。キュッと最後にね、ここ締めるように、それを忘れないようにしてください。横向きでいきます。横から見ますと、軽く股関節、膝曲げた状態、かかと上げた状態で胸を前に向けます。息を吸って吐きながら、ここで息を吸ってまた吐きながら、内ももを締めて戻して。こんな感じでやっていきますね。このエクササイズは内ももだけではなくて、お尻だったり太もも全体に効きますので、そのあたりも意識して行ってみましょう。はい、では皆さんと一緒に、2つのエクササイズを連続で行っていきたいと思います。はい、ボールかクッションを膝に挟んで仰向けですね。両手を体の横に置いて、膝と足の幅は同じくらい、膝よりも少し狭くてもいいですね。肩はリラックスで仰向けです。大きく息を吸います。吐きながら腰骨を押し付けて、恥骨を上げてボールを挟んで10秒間です。ぎゅーっとそのボール地図から入れていくように、おへその上にぐーっと引き上げていきます。お尻の方も力が入る。5、4、3、2、1、はい、リラックス。息を吸って吐きながら骨盤後傾、ボールをぎゅーっと潰して、5、4、3、2、1、はい、OK、リラックス。息を吸って吐きながら骨盤後傾、ボールぎゅーっと潰しながら、そのボール引き上げていきます。おへその方に、あと5秒、4、内ももぎゅーっと入ってますね、力意識してください。はい、 OK、 息を吸って吐きながら、ボールを潰して骨盤後傾、恥骨上げて、ボールぎゅーっとおへそに引き上げていきます。5、4、3、2、1、はい、 OK です。息を吸って吐いて骨盤後傾、ボールをぎゅーっと潰します。5、4、3、2、1、はい、リラックス。息を吸います。吐いてボール潰して、5、4、3、2、1、はい、OK、リラックス。息を吸って吐いて、ボールを潰しながら腰骨もマットに押し付けます。ボール引き入れていって、骨盤テーキング、お尻の方もね、力入っていると思います。内ももぎゅーっと締めて、あと5秒、4、3、2、1、はい、OK、リラックス。息を吸って吐いて、ボールを潰して、腰骨でマットを押し続けていきます。3、2、1、はい、OK。あと2回いきましょう。息を吸って吐いて、ボールを潰しますね。そのボール潰したら、おへそからぐーっと上の方まで引き上げていきます。4、3、2、1、はい、 OK。 息を吸って吐いて、
1、2、3、4、膣、お尻の穴、ぐーっと縮めて上の方に引き上げていきます。ボールぎゅーっと潰して、あと3センチ潰して、はい、オッケー、お疲れ様でした。はい、では2つ目のサイドランジを行いましょう。はい、では2つ目のエクササイズですね。さっきの内もものボールでかなり内もも疲れているかと思いますけれども、これからですね、あと1つ頑張りますね。はい、では左足の下にタオルを置きましょう。12回いきますね。背筋を正して、お尻を後ろに出しながら出して締めます。2、3、下向かないようにね、しっかりと背筋をまっすぐ、胸前に向けたままいきます。5、スライドさせて内もも、ね、戻してくる感じ。8、9、お尻を後ろに出すようにしますね。1、出す、2、はい、 OK です。反対側もいきましょう。反対側では私向こう向いてやりますね。はい、左足にしっかりと体重を乗せた状態で、右足の股関節、膝、かかとを少し上げた状態から始めます。背筋を伸ばして、お腹、力引き入れていきましょう。1、2、3、内ももをギュッと締めるようにして立ち上がります。左足の股関節しっかり曲げて、お尻後ろです。7、8、右足しっかりとストレッチ、戻す。10、あと2回。1、ラストです。2、はい、 OK です。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。この動画ではね、ニースクイーズっていうボールをはじめに潰すやつと、あとサイドスライドランジっていうタオルをスライドさせてやったやつ、1セットずつを連続で行ったんですけれども、お家で普段やるときにはニースクイーズを先に3セット、その後にスライドランジを3セットっていうような感じで行ってもいいですし、こうやって交互に1回やって1回、2回やって2回って言って2、3セット行うのも効果的ですので、ぜひ試してみてください。